サッカー選手で誰の恋愛気になるんですかああ、誰だろうな。そういう顔、あんま分かんないででしょどんな恋愛してんだろうみたいな。うん、誰だろうな。あでも、ルカクとか分かりやすくインスタでね、グラマーな女の子に DM 送ってそうだもんね。ああ、鎌田とかは結構あれだよな。なんかこう、ポイント押さえて優しいけど、基本は冷たそうだよね。ああ、カンテかな。俺、カンテは実はめちゃくちゃモテると思ってるから、モテるっていうかめっちゃ遊んでる。うん。あの感じで実はみたいな、かまいたちの、 あの小さい方の人みたいな。カンテは俺実は遊んでると思うね。いやもうクロースはわかりやすくね。賢者モードの時の塩オタを見えるよね。クローズわかりやすく見えるな。ブスケツはなんかすごいおしゃれなサプライズしそうだもんね。めっちゃいい店取ってくれそうだもんな、ブスケツ。なんかあの、あれだね。ビダルはめっちゃ優しいしめっちゃ彼女思いだけど、もうゴリゴリに浮気もしてそうだしね。アダマトラ俺は めちゃくちゃ尽くしてくれるけど変な店ばっかり予約してそうだもんねここなんみたいなクリスマスにおでん屋みたいな,なんかそんな誰いるドナウドはもうねずっと少年みたいな感じだからな最初はかっこいいみたいな感じだけどなんかもう気づいたら子供みたいに見えるだろうなドナウドは女の子からしたらあくうにゃなーあくうにゃなーあくーにゃちゃんと清掃して花束持ってるけど彼女現れないシチュエーション似合うよね ゴー,ンゴーンみたいな <laughs> あれっつって組 <laughs> んではね品のない女好きになりそうだよねフィメールラッパーみたいな人付き合ってそうだよね組んではあ風見ろはもう息子2人のことをこうやってもうここにぶら下げながら歩いてそうだよなもう女の子の話じゃないけどねアーノルドは自分のこと絶対あいつ好きだって思っててグイグイいくけど全然あっちの子はハマってないみたいなありそうだよ。 組んで時間間違えそうわかるわ。あの洗う方は好きな女の子と両思いになるけど、あのサッカーに本気すぎて付き合わないみたいな経験一回してそうだよ、ね。久保田修さんね。久保田修さんこそそれしてそうだな。エンバペどうですかエンバペ昨日抱いた女忘れてそう。ネイマール浮気めちゃくちゃするけど、それを浮気その自分がそういう関係になってる女の子が他の男と連絡取ってたらむちゃくちゃ切れそう。 なんだろエンバペとネイマールにはこれ絶対の自信があるなセルヒオ・ラモスはあのー、自分がよく行く、えー、飲み屋の若い子と自分の後輩をくっつけてそう、うん、すごい若い者同士いいじゃないかみたいなね指紋ケアあのイルミネーション見せそういいイルミネーションのとこ行きそうブッホンは自分はガチで行きたかったけどあっちにはお父さん的な扱いされて普通に 終電前解散になりそうリュディガーはね、完璧なエスコートできてると思ってるけど、実は女の子の方の器が広くて、リュディガーのいろんな行動を許してるだけで付き合ってそう。リュディガーはかっこいい方向で言ってるんだけど、女の子側から見たらただ可愛いだけみたいなね。秋きみちょっとしたことで喧嘩しそう。昔の学生だったらすぐあの彼女の名前入れたアドレスにしてすぐ返そう。あ森保さん、ちゃんと3回目のデートで付き合ってそう。 みたいな感じでありがとうございました。ね。なんてタイトルつきれいにだよ、今日の配信。えー、最後まで聞いてくれてありがとうございます。よかったらいいね、チャンネル登録して帰ってください。また一緒にいろいろサッカー界の話を中心に喋りましょう。ようぞくともでした。バイバイ。